シュマルカルデン戦争は、神聖ローマ帝国内において1546年7月10日に勃発し1547年5月23日まで戦われた戦争である。カトリック教会を支持する神聖ローマ皇帝カール5世とプロテスタント勢力の間で争われた。1531年に反ローマ、反皇帝、反カトリックを掲げた諸公の同盟が、シュマルカルデン同盟である。 神聖ローマ帝国では、当時タヨスマン帝国の戦費を集めることに躍起になっており、帝国内情は放置されていた。先月ドイツ農民戦争でも皇帝は鎮圧しようとせず、諸皇自らこれらを鎮圧した。これらの不満から同盟は結成され、反カトリックを掲げた宗教戦争となった。無論、皇帝が帝国の内情に疎いことや弱体化が、 明白でああったからとということもあるオスマン帝国やフランス王国のカトリック支援なども理由の一つと言える。1542年にはフランスが大神聖ローマ帝国戦争を開始し皇帝が手薄になったことで同盟は放棄した。これらの問題に直面した神聖ローマ皇帝カール5世は1544年に対フランス戦争を中止し内乱の鎮圧に着手した。 これにより1546年に皇帝と同盟の間ではっきりとしたシュマルカルデン戦争が始まった。シュマルカルデン戦争後のエルネスティン系とアルベルティン系、ザクセン領。1547年、ミュールベルクの戦いで、カール5世が勝利、同盟の指導者ザクセン選帝公、ヨハンフリードリヒとヘッセン砲白フィリップを捉えて、カトリック優位のアウクスブルク仮身条協定を結んだが、 1552年に、ザクセン選定校モーリッツの反乱で、パッサウ条約を締結した。同年に反対派のアルブレヒト・アルキビアですが反乱を起こし、モーリッツが戦死したが1554年に、集結したのを起きに、翌1555年のアウクスブルクの和議が成立。これにより、プロテスタントが帝国内で許されることになった。ありがとうございます。